こんにちは、整体ニコニコスタイルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みなどに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はですね、筋トレについてちょっとお話をしたいと思っているんですけども、筋トレですね、筋肉のトレーニングですね。で、今すごく流行っています。で、筋トレしている方もいると思うんですけども、筋トレをしている人にぜひちょっと考えていただきたいのが、その今している筋力トレーニング、トレーニングですね、それをおじいちゃん、おばあちゃんになってもですね、続けられますかということなんですよね。今はまだ筋トレね、できると思いますけど、それが例えば5年後、10年後、20年後、30年後とかなった時に、それを続けられるか、できるかっていうことなんですよね。で、ほとんどの人はそんな10年、20年、30年とか、まあおばあちゃんとかね、おじいちゃんぐらいの世代になったら、いや、筋トレはできないよというふうに言われる方は結構いらっしゃるんですよね。うん。で、ほとんどの方はそうだと思います。では、その筋トレ、今してる筋トレは、まあ、健康にいいんでしょうかということなんですよね。で、実際その機能筋トレがもう一生涯できるんであれば、それは体の健康にとってもいいですし、生涯自分で足で歩くということにとってもその筋トレは有効かもしれないんですけれども、その今やってる筋トレがおじいちゃんおばあちゃん世代になったりとかなった時にですね、もうできないと、とても続けられませんというような運動であれば、そういうようなトレーニングであれば、それは根本的な、今やってる運動は根本的な解決になってないということなんですね。私たちは健康でいきたいですし、自分の足で生涯歩くタイプです。そのために筋トレをしているはずなのに、それがおじいちゃんおばあちゃんだったらできないということはですね、それは根本的にそれによって健康になってないってことになりますよね。逆に不健康になっているかもしれないわけです。で、私たちはより年を置いていくと体力が減っていきます。ただ体力を減ってもできるような運動をすべきなんです。おじいちゃんおばあちゃんになっても極力ですね、おじいちゃんおばあちゃんになってもできるような運動をすべきなんです。そうじゃなければ体っていうのはどんどん退化して、どんどん動けない体になっていってるってことなので、おじいちゃんおばあちゃんになってもできるような、そういう運動が体の本当の意味で健康にもなりますし、体のいろんなところを使ってよりですね、その、まあ、健康的で寿命が伸びて、で、しかも自分の足で歩けるということにつながりますので、ぜひ筋トレをしている方はですね、今一度、まあ、おじいちゃんのおばあちゃんになってもそれができるかどうかというのをちょっと考えてみられるといいです。私はこれはもうできないと思います。ではどういう運動がいいかと言いますと、筋トレではなくて、まあ、体がですね、全身が連動してですね、全身が連動してうまくつながり合ってですね、それで運動されるもの、それが本当に健康にいいものです。全身がうまく連動して運動しているということは、全身の血液の流れ、リンパの流れ、それから神経の流れ、それが滞りなくですね、全身が使われてますから、全身の神経の流れもいいですし、血液の流れもいいです。そういうふうに体がうまく循環するような運動であればですね、常に流れています。流れているってことは栄養も隅々まで届きますし、体のどこかに溜まった疲労もすぐにですね、流されて体外に排出されるということにつながりまして、老化の予防になります。老化するということは、体のどこかに、疲労が溜まったり、いらない老廃物が溜まっていくということになりますから、それによって老化というのは進んでいきますので、そういうのが早く流されて、新しい新鮮なですね、栄養が行き渡るような、そういうために全身がくまなく動いた、連動した運動ですね。それが一番いいです。では、そのような運動というのはどういうふうにしたらいいかと。まあ、水泳は全身運動になるか、水泳がいいかというとそうではなくてですね、まずその運動する前に
体自体が全身がまず連動するような状態になってないといけないわけです。体が一部しか動かないような連動しない体で、いくら水泳を行っても全身運動にはならないんです。ですから全身がしっかり連動するような、まずですね、この骨、この骨格というこの骨がですね、正しい状態にある。正しい状態にないと連動して動きませんから、体が歪んでたら連動しませんから、体がしっかり整って歪みのない、そういうまず中の骨ですね、ここがしっかり整った状態にする。一言で言いますと、姿勢のいい状態にしてあげる。そうすることでですね、骨は正しい位置になりますから、骨が正しい位置に来ると関節が正しく動きます。そうしますと、関節、骨を動かすのは筋肉ですから、筋肉もくまなくですね、全身が使われるような、こういう全身が連動して運動される、そういう運動が、筋肉の運動ができるようになりますので、そういう点でですね、まずは姿勢を良くしていくということをお勧めします。ですから筋トレの前に、筋トレではなくてですね、本当に健康で自分の足で歩くためには筋トレではなくて、おじいちゃんおばあちゃんとはできないですから、そうではなくて、姿勢を整える、正しい姿勢に整える、そういう運動、そういうトレーニングを進めやっていくことをお勧めします。ということで、今日は筋トレについて、それがおばあちゃんおじいちゃんでもできますかということについて、そうではできないですよねと、それよりも全身をしっかり使われるような、おじいちゃんおばあちゃんでもできるような、そういう運動をしていきましょうということでお伝えしました。本日もどうもご覧いただきありがとうございました。